はい、ひよごやかだ。さあ行きましょう、三条。頑張るんだぜ、めっちゃ応援してくれてる。入ろう。これでね、また一つ、まあこれ同じような感じなんですけど、はい、レベルが6から6始まりですね。どういうあれかはよくわからないです。どういうあれかはよくわからないですけど、6始まり。倒していく。倒していきます。まずもっては、倒していくってのは、出会った敵とは倒していきたいかなと。まあ、まずも、出会ってないからね、まだ。これ出会ってないから。出会い頭でぶつかったらっていう意味で。全然ゲートがない。あれ？右か。完全に逃げ回ってるだけなんですけどね。まあ、今のも全然出会ってない。ぶつかったら、ね、曲すごい良くないですか？曲ね。あった。ゲーツ。ゲーツ。もうこんな、これはもうパン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 いっちゃいますから。パン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 やっていくっていうね。最初は序盤、おっと危ない。序盤は、赤早いんすね、赤。お、すでに、あー、で、こっちありました。あ、これこれこれ。これがね、サンジョンの一つの特徴で、渡り廊下っていうのがあるんですね。渡りのゲート。で、これを通ると渡り廊下に渡れます。いきなりヒヨがいる。ヒヨがいる。これは超ラッキー。倒す。はい、なに、ポニャートダガーってそんな流行ってんの？ポニャートが。で、あの、これ敵、痛い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 。で、あの、嫌な敵、私の苦手な敵、これ罠、あの、罠とかも多いっすね。こう言って、こう言ってって。で、祝福とかの罠もある。ただ、天国へのゲートがないですね、これは。なかなかやりまんがなっていうね。あ、出ました、これ、イモータルっていうね、これ。ちょっと一旦見てみます？やべえやつ。やべえやつ見てみる。あ、こういう、こういうやべえやつが出てくるんですよ。あれ倒せないんですよ。しかも変な音だし。まあまあ行きましょう。このね、渡り廊下から、これ普通のゲート。普通のゲートなんですけど、天国のルートとか、まあヘブンのルート、ゲートとか、地獄のゲートを行くと、あ、そう。これ普通の、またノーマルに戻るんですね。一旦渡り廊下を渡って天国モード、ヘブンモード、天使のゲートを渡ってヘブンの世界に行くか、さっき地獄のルート、地獄のゲートがあって地獄のところに行くかっていうのも結構選べるので、選べるっていうか、そう、行けるので、ヘブンの方に行くとすごいいいアイテムとかあるので、そこに行くとめっちゃラッキーなので、渡り廊下は結構渡っていきたい。ただ、さっき見たように、あの、罠が多かったりして、本当に渡り廊下は結構きつい。本当に死んじゃうとき普通に死にます。下手すっと普通に死んじゃうので、気をつけて渡らないとやばいですね。お、出口か。でも、うわっ、ダルク。お、天国。天国では、あ、渡り廊下した。こういうこともあるよね。やってっとこういうこともあるよねっていうね。でも、6階なのにもう敵が、レベル17。あ、渡り、わー、渡り。渡り行くか、渡り行く。うわ、地獄。渡ってこ。渡ってこ。地獄カオス行ったら最悪ですけど、で、宝箱すごいあるんですが、
大体ミミックです。これさ、呪いの罠を、呪いの罠で HP を減らすっていうね、ヒヨッキーのね、こうこうやって減らしていくっていう。まあしょうがねえからいいか。やべ、逃げた。これ今下ミミックですね。オッケー。ああノーマル。あんまなんかそんなすごいアイテムはないと。これ地獄と普通しかまあなかなか出ないね。天国ノーマルのとこ行っちゃうね。まあしょうがないしょうがない。レベル17。あいつはチキン。おい、丁寧に行こう。オッケー。まずい。このカマキリは一番倒しやすいね。一撃が重いせいか相手の振りかぶりがすごいでかい。このエルフは追い詰めれば勝ちか。追い詰めればもう余裕か。でも油断したらいかんと。こんな罠のとこでやってちゃいかんね。多分上手い人はスライディングで行って攻撃っていうのができるんでしょうけど、私は一切は言い過ぎか。ちょっと危険なことはやらないかなと言いつつやってみるっていう。ほらダメージ食らっちゃうから、ダメージ食らっちゃうから。まあ挑戦はねしていかないと。罠、これ罠、呪いの罠。結構ね呪いの罠もね徐々に減っていくので嫌なんですよね。やばい、バレてはないか。見つかってはない。見つかりましたね。こういう草原のとことかでやっぱりエルフは進化発揮するよね。順番に倒していくか。もうあー両方気づかれたか。これきついきつい。逃げよう。あ、出口、出口はあるけども、あれ出口しかないの本当に。あ、まだありそうだよね。爆地、え、爆地と出口。こうやってスライディングで越えてもゲート通過したことになる。モンスターレベルプラス10。普通にえぐいことやってますけど、あの何が嫌かってさ、あれよ、一度の殺傷で倒せなくなるのが。うわわわ、ないないない、雑魚の巣の罠って何何何、雑魚の巣の罠ってどういうこと。これ やばいっすね。これなかなかやばいよ。これなかなかやばいですよ。これは、え、雑魚の巣の罠、え、どういうこと、え、ないんだけど、出口がねえぞと。下か、こっちか。あ、出口はあるけれども、やばい、呪いかかった。呪い、うわわわわわわ、えぐ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 え、出口しかない。渡り廊下。ああ、もう行こう行こう行こう。ああなっちゃうと終わりですね。マイナス30。帰りてえわ、帰りてえわ。もうすぐ帰りたくなる。で、見えない、ゴールが見えないのが一番嫌だ。ゲートがね、ゲートが見えないのが一番嫌だ。すぐ見えないのが。
こんなさ、渡り廊下って基本狭いんですね。基本狭いのに出口がすぐ見えないのがつらい。宝箱はガン無視。うわうわ、のこう鈍足とかあるし、こういうことなんですよね。そう、鈍足なければ買わせてたとかね。広い広い、だいぶ広い。めっちゃ長い渡り廊下、普通のゲート。あ、だからせっかくだからカオス行ってみますか。ここ行くと、そう、悪魔、これカオスってとこに行けるはずなの。ほら、基本もうやべえっていうね。あ、で今たまたま渡り廊下が、こういうことです、はい、こういうことです。渡り廊下が10階だったので、おそらくボス戦が10階ごとにあるんですけれども、それが出なかったと。はい、これがカオスでした。以上カオスでしたと。あ、まあでもこれで結構レベル上がっ強くなったんじゃないですか、みんなそこそこね。なのでちょっとばかし強っ、レベル15、八作そろそろ、まあエリザまだ2階とかでしたよね。これボス戦じゃなきゃいけそうなので、2階ですね。偶像が守る、偶像なんだ、偶像って。なのでボスがいなければ、まあいけるかなと。改良実験、3人の2への改良、ここマナがめちゃめちゃ成長するってやつですね。2つの技、魔法を使い分ける魔法陣、まあ、基本魔法型って、まあそりゃそうだらな、そうだらなって。これ HP がさ、めちゃめちゃ下がるのよね。大丈夫かこれ。怖いですよね、HP 下がると。まあでもこれだと、これ逆にもう6人になるのか。これはこれちょうど良さげか。これ行ってみますか、じゃあ。ダークロップってのが手に入りました。これダークバット、ダークバットいきますか。じゃあマナ成長、まあでもアタックやっぱりプラスとかはないんですね。マナ発作置いて、よし、置いて HP 高いやつを外に置きましょう。これでまあまあちょっとずつ強く、 SP がやっぱり、あ、光る、これマナ2で SP がすごい上がるので、こっちで行きましょうか。強化、マナゼロで使えるってのは嬉しいね。ここは攻撃力かディフェンス、ディフェンス上げようかね。じゃあこれもらいましたよ。あ、違う違う、ディフェンス 5しか上がらないけどマナ20使う。マナ5やっぱり1って結構大きいのかね、なんかそう考えると。ここ置けないっすね、どこでも。なんかあんま意味ないか。 SP、 これ借金っていうのがね、最大 SP の2分の1まで SP の借金が可能。これなかなか面白くて、 MP0 になっても使えるっていう、ね、その代わり足がクッソ遅くなる。
っていう代物。マナ低いなっていうか、これも借金、もうすでにもうこれ1個でダメじゃないですか。あ、じゃあ、あでもダメか、ここがディフェンスか。いや、なんかもう結構どうしようもないですね。逆にこっち魔法の威力高めてって感じの方がいいっすか。プラス2っていうのがあった。これでいく。借金できるっていうのが一つの魅力。まあ現実だったらかなりの問題ですけどね。ゼロはねえか。じゃあ言いましょうか。ほら SP 借金58っていうとこまでできると。本当か？本当かって。まあ行ってみましょうかね。まあまあ戦いっていうより、ちょっと待って。慌てるな。魔法やんないと。ファイヤーウォール。フレアバーン、当たると爆発する火の玉。いいね。栄翔時間が長い。ファイヤーストーム、炎の嵐。まあフレアとって感じですかね。普通に。あ、やっぱこれ回復僧侶セイントとかがちょうどいいんですかね。ファイヤーアイス、これ案外、あ、いやちょっと待って、案外も何もなくて、こうしといて4とこと6が多分また切り替えなので、アイスストーム、ファイヤーストームを見ときましょうか。あー、間違えた。1いっちゃった。1ってどんな、あーこれか。どんなんでしたっけ。青いやつを行くんでしたっけ。これそのままいける、そのまま破壊しなくてもいけるんじゃねえかっていう、そんな感じがしなくもない。いきなし瀕死になってますけど、うわ、空振った。これを素早くやればタイムアタック、タイムができると、そういうことですね。今のをうまくやれば、あ、クリアタイム58秒。これなんか印かなんかつかない？ 1 分とか言ってなかったっけ。21秒、やば、21秒だって。無理。まあうまくやればね。密林の遺跡、なんか結構嫌な。これファイヤーが、これファイヤーが出ます。ああ、そういうことっすよ。なるほどね。で、このレベル、こいつにはもう用はないと。うわー、全然ダメージ入らん。やっぱ基本魔法なんだね。上に出口があるけれども、誰を倒すの？この門番2人か。ああ、全員かこれ。あー、でここに戻ってくると。これなかなかいかついな。これまずあの白いのには上行ってもらわないとね。ちょっとまたこれ狭い感じでできてるっていうさ。当たらねえっていう。ああ、そういうことね。いやいや、ちょっと試しておかないとさ、いろいろ
いろいろあるから、ここ来てほしいよね。ほら気づかれちゃうのよこれ、気づかれちゃうからさ、すぐこいつら気づくから。フレアバーン、うわわわわわわ、フレアバーンが足りない、ファイヤーで。ちょっとでも動くやつと動かないやつがいますね。多分あれは無理やり動かそうとしても動かないのかな、この右上とね。ちょっとどうしても L 押しちゃう、間違えて。あ、痛い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 。お、あれでそこそこダメージ入りましたね。一体倒しました。多分ダッシュができなくなるので借金すると。まあでも行きますか。多分これ借金状態で、今 SP が回復していったの分かります？今ゼロじゃないですか。ゼロで、すいませんね、これ時間かかっちゃうんですけど、これがね、でも時間かかってもできるってのがね、クラシックダンジョンのいいとこ。ちょっとな、何渋滞してんの、こやつにはね、使いたくないっすよね、正直。もったいないんで一旦我慢して、なんで渋滞してんのあそこ。あ、帰ってくるか、帰ってくるか。あのね、これぐるぐる回ってるだけじゃないんですよ。ちゃんとちゃんとね、ちゃんとしようとするとこうなる。来た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 、よし、いける。ちょっとフレアバーン、フレアバーンいきますか。これ渋滞するとこうなるんですよね。フレアバーン使いましょう。これで、はい、これダッシュができなくなってます。で、HP が、MP がどんどんマイナスから回復してると思うんですけど、借金は時間が経てばなくなるっていうね。ただその間ダッシュができないっていう。うわ、強っ。こういうことですね。そんで、これ倒したけども、どういうこと？開かないんですけども、こいつは倒せってこと？どうやって倒すのこれ。無理くないですか。あ、上行けってことか。普通に。うわ、こういうことで、多分あの門番は後ろから攻撃できるようになれば倒せるようになってるので。うわ、ミミックだる。ここでミミック出してくるかね。当たらんし。まさかのミミックですよこれ。勘弁してくださいよ。あ、おう、わわ、雲雲雲。あ、ここ、こっから倒すんかこいつ。いやいやいや、厳しい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 って、厳しいって。厳しい厳しい。
うい、そうやるの。いやいや、これはなかなかだね。で、もう反対側から行くってことね。あーダメだ、見てからだとちょっと間に合わねえんだ、私の反射神経だと。そういうことですか。お、なんか、当たらん。ドンキで殴る。メッセージ、アーティファクト、あー借金言ってる。見た目や名前はマイナスイメージですけど、すごく強いアーティファクトですよ。魔法や技を無限に打てるようになりますから。あ、無限に打てるんだ。一回借金になったら終わりっていうわけじゃないんだす、だすな。ないんだすな。マジで？あ、ダメだ。無限じゃないじゃん。無限ではないじゃん。あ、でもそっか。ある程度は無限ってことよね。だから。ゼロになって回復しなくても、借金返済すれば打てるってことね。無限にゼロの状態だったらいつでも打てますよと、そういうことですね。上に宝箱があるんだけどさ、あれもミミックかな。え、聞く、あ、やべ、そうか、こいつ赤いからファイヤー、そう、うわうわうわ、そういうこともある、そういうことね。オッケーオッケー、めっちゃ時間かかったけれども無事クリアできました。はい、全然経験値が低い。ランジョンとサンジョンいかにいいかっていうことがね、お分かりになったかと思います。はい、まあ次回もね、なんとかストーリーのね、ダンジョンクリアしていければと思いますので、よろしくお願いします。これまだまだ序盤ですから。本当に楽しいのはあのランジョン、サンジョンをね、ガーって下の方に行ける状態になったらもうっていう感じなんで、はい、では次回をお楽しみください。